俳優伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説虎に翼がつど前8時 NHK 総合土曜日は1週間の振り返りがつ近前7時30分 NHKBS BS プレミアム 4K の第8話10日に栗原秀夫が登場。ワロ天下夏空以来3回目の連続テレビ小説への出演となった。栗原が演じる田中はトラコが初めて傍聴する裁判で裁判長を務める。栗原はトラさん女学生たちが初めて傍聴する裁判の裁判永田中を演じさせていただきました。この時代におけるハラスメント、ミソジニーどう判決を下すのかご期待ください。素敵な雑組に参加できて幸せな時間でしたとコメントした。